っていうのは、めっちゃおもろいやんで、ちょいと毎回のようにやっているセッションバンドで、今日全員が集まったのも初めてというところでね、初めましてでもやっぱみんなブルーハーツでつながってるよっていうところで、熱い気持ちで今日ライブさせてもらえたらいいかなと思いますんで、最後までどうぞよろしくお願いします。じゃあ次いきましょうか。はい、we'll be right back.
人がいたら喋っていいよ、ということで喋れないんですよ、こういう MC はね。というわけで、皆さんそれぞれ自分らの活動があってバンドがあったりするんで、なんか紹介だけもう PR タイムということでね、してもらいましょうか。じゃあ、はい、どうも、ギターの差し込みと申します。京都でアンディショというバンドやってます。5月の末ぐらいにライブしますんで、お願いします。6月もします、7月もします、であと9月もしますんで、お願いします。ツイッター見てください。めっちゃ真面目に見えるとめっちゃやらかすから、この人は。なあ、最高。じゃあ次、ドラムの音です。僕ちょっとバンド組みたいんですけど、僕まだ一人しかいないんですよ。でまだ身近にまだバンド興味ある人とか声かけてください。以上です。めっちゃおもろいやんっていうのは、こういうバンドやりたい、音楽やりたいっていう人もね、の最初の一歩になったらいいというイベントのそういう思いでやってるんで、よかったらね、皆さん協力してあげてください。じゃあベースを、ひむと申します。普段今ベースですけど、普段は、すみっこアットザクラスルームというバンドで、ギターボーカルをしてます。ちょっとバンドの、YouTube いろいろ曲かけてるんですけど、まだ、登録者数1なんで、よろしくお願いします。それは登録しよう。皆さん、この後も今日は弾き語りで出てくれはるんで、まあ刺さる歌をね、歌ってくださいますんで、ぜひ楽しみにしてください。というところで、次はね、あの青空っていう曲をやるんですよね。そのめっちゃおもろいやんっていうのは、めっちゃおもろいしたく行きたくて、コロナ禍で声が出せへんとか不自由はありますけど、楽しく行きたいんで、とりあえずみんな黒いとこに立ってほしいです。ありがとうございます。サンダップリーズ的なね、そういう巻き込み型イベントなんで ね自由に楽しんでもらいたいんですけど、ある程度は強制します。はい。そこで、僕がね、もうあとは自由です。もう歌いながらね、こうやって僕も揺れるんで、一緒にね揺れてもらったりね、手拍子してもらったりね、自由に楽しんでもらえたらいいなと思いますんでね、ちょっとこれからもバンドさん続きますんで、体を動かしていきたいと思います。皆さん準備はいいですか？拍手。それではいきましょうか。皆さん、青空
まだあるよ。いやいやいや、いつもね、グリーンハウスで僕もやってるんですけど、すっごい今日、なんか落ち着いてやってる、僕、大丈夫大丈夫、盛り上がってる。そう、落ち着いてやってるとこ、いいことよ、いいことよ、ありがとうございます。いいことよ、ね。ただ、次、最後、まあ、言うけど、リンダリンダやるんで、まあ、わーってなって、まあ、わーってできるんだけど、もう拳を、手を、上に大きく上げていただいて、最後ね、次の演者さんにつながるように、気持ちを、なんていうの、なんかわからん、なんていうこの気持ち、チャッチャクラみたいなやつ、あれやん、もう、バーってこう見てね、集めていただいたらね、手、バー燃えるかなと思うんでね、そんな感じでいきたいと思います。何を言うてみようかね、ちょっと、なせんが、もう歌わなあかん。動かしてんねん。さあ、さあ、行くで。美しくなりたい。いや、しゃがんでしゃがんでしょ。写真には映らない、美しさがあるありがとう。グリーンハウスでした。